今回は関数のシリーズとして AND について紹介したいと思います。で、まあ、この AND の関数はどういうものかといいますと、まあ、条件付けの関数になるんですが、まあ、前回ご紹介した IF とまた少し、まあ、条件の付け方が変わってきます。で、まあ、こちらがまあ AND の関数になるんですが、まあ、条件付けとしては、まあ、この2つの項目ですね、まあ、それが共にクリアする必要があるということで、まあ、文字通り AND ということになります。まあ、ですので、まあ、今回で言うとこの、まあ、このセルの B の2と、はい、この C の2ですね、まあ、こちらの数値が、まあ、共に90以上の場合、まあ、True というふうに表現されます。まあ、ですのでこの AND というのはこの2つの条件が共にクリアする必要があるという関数になります。まあ、では早速入力してみたいと思います。まあ、こちらにイコールを入力した後に AND を検索します。まあ、そしてこちらのテストの式ですね。で、まあ、こちらで B の2のセルを入力した後に、今度は90以上ですね。そちらを入力します。で、まあ、そして今度は C の2のセルですね。まあ、こちらを入力した後に、まあ、同じように、まあ、90以上というふうに入力します。まあ、こうすることによって、この2つの条件をクリアする必要があるという関数になります。で、これでチェックを押しますと、まあ、このような形で、まあ、false という文字が出ると。まあ、要するに、まあ、どちらかが条件をクリアしていないときにはこの false で、まあ、両方ともクリアしているときには、まあ、true という文字が表現されます。で、まあ、これを下までスクロールした後に、まあ、例えばこちらであれば、まあ、共に90以上ということで true と。まあ、こちらも共に90以上で true というように、まあ、この2つの数値の中で条件をクリアしたのがこう一目でわかるということになります。まあ、今回は AND の関数についてご紹介しました。はい、今回は以上になります。